こんばんばは私は悩んでる今日お湯沸かすか沸かさないかでもさ沸かすとさお風呂掃除もめんどくさくなってくるじゃんどんどん <laughs> すんげえ寒いよねさすがにタンクトップで寝るのやめようかなって思う今日はね今日はまだ焼いてないんだけど今日はラグビーボールを奪還すべくあのー、生クリームを入れなあんまり入れずにバターを多めにした あもうお湯使ってたタケけキはまだお湯には使ってないんだよねこんばんは湯は張ってないんだけどあのさすがにそろそろお湯張ってもいいかななんかさシャワーだけだったらさあれじゃないお風呂上がるタイミングがシャワー浴びてる間だったらさそんなにあれなんだけどシャワーから離れた瞬間めちゃくちゃ寒くない電波もしかして悪い えと吐き気なかった吐き気とかしかなかったんだよね吐き気熱とかばっかりだって頭痛はなんか熱出てる時の熱独特の頭痛はあったんだけど頭痛はなかったかも頭痛薬は飲んだお薬飲んでいいんだったっけ風邪薬とか OK なのか飲まれました 初見の量ったんだ <laughs> どうなんかさわかんなくなってくるね頭痛いなってなってもさのなんかが残ってもすっごい不安不安じゃん後遺症残ってたらめちゃくちゃ不安だけど病院にさ普段だったらいけるけどいけないっていうのがね難しいのよねあー確かに今日いい天気だね私頭は痛くなかった気がする痛いって言ってたっけ ファミチキ食べてんのレアじゃんどうしたのなんでそんなごちそう食べてんのうたくんめちゃくちゃリアなん食べてるじゃんあらおかえりなさいあー疲れとかもあるかもしれないねなんだろうね頭痛か背景だって <laughs> 今日は背景だったそうだね橋本たんは寒いちなみに札幌 いいじゃしらすのっけご飯なんか最高に美味しいじゃんちょっと醤油かけても美味しいよね武井さんは今日はお鍋で甘えましたすいません <laughs> もう寒いしお鍋が美味しい季節だから週1でお鍋にさせていただいてる楽なんよもうだって来月ぐらいから週2で鍋出そうかなと思ってる月金鍋にしようかなってちょっと思ってる1桁なの気温 来週寒くなるなーって言ってもまだ19度とかだよ <laughs> まだ19度とかだけど一桁いってんのか雪降ってるちなみにちなみに雪はもう降ってる明日はねさつまいもねえげつない量のさつまいももらったの前も言ったんだけどね今日こんなさつまいももらってねこのさつまいもほんとこんなサイズ一個一個なんだけど このさつまいもで半分は半分以上かね3分の2ぐらいはえっとスイートポテトにして残りはあのあれを炊こうと思う炊き込みさつまいもご飯にしようと思ってるあっそろ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 雪が降ってくるのっけご飯美味しそう水道凍るのか恐ろしいな わいいじゃんいいじゃん100円しらす明日はあれだねさつまいもさつまいも尽くしになっちゃうかも <laughs> さつまいもご飯と野菜炒めとまあ迷ってるのどっちがいいと思うさつまいものお味噌汁かさつまいもの茶わ水餃子 <laughs> 水餃子入り中華スープの2択 今迷っっっててるどっちにしようかなってでもね野菜炒めがねそんなないの野菜がね買えなかったのあんまり買えてないからあんまりなくてほぼもやしもやしとキャベツと人参ちょっとだけ残ってるから人参ちょっと残ってるやつと残ってる野菜炒め <laughs> 家に中途半端に残っている野菜を炒めた野菜炒めとさすがにそれじゃあね5人分は足りないからちょっとだけ餃子を焼こうかなって。 思ってるから餃子焼くかもう水餃子にしてあれするかもう一品足してお味噌汁にするか迷ってるところさつま揚げ美味しいけどかもうさつまいもいっぱいあるからもうさつまいも尽くしにしちゃえばねさすがに野菜炒めはなあなあとちょっと味付けがちょっと変わってくるじゃん豚肉来週は豚肉とさつまいもの 甘辛焼きみたいにしようと思ってるけど甘じょっぱい感じに炒めようかなーと思ってるけどさすがにちょっとなーってさすがに普通の野菜炒めに入れるのはちょっと嫌だなーと思って美味しくないお味噌汁に入ってるのたけい好きなんよ最近もうねインスタに載せるのは諦めてる <laughs> <な>んか <laughs> そんな大したものをね作ってなさすぎてさ適当すぎて載せれなくなっちゃった 雑雑雑 <laughs> 雑すぎて載せれるものがなくなっちゃったなんかモチベーションキープのために載せてたんだけどモチベーションがないのかな鍋ばっか <laughs> 鍋ばっか <laughs> 恐ろしいぐらい鍋鍋とあでも昨日昨日何作った私私昨日何作ったって言ったっけ ケンチン汁って何が入ってるのあ散らしてくださってる昨日何作ったっけもう昨日のことすら覚えてないからやばいあ豚肉作った思い出が使った思い出があるな焼きそばだ <laughs> 昨日塩焼きそばだ塩焼きそばででもね今週武井さんは覚悟を決めたんよついに。 あ、森に帰るんだね。気をつけて帰るのよ、森まで。めちゃくちゃね。